N1 が12時をお知らせします。お昼の12時になりました。ナックファイブをお聞きの皆さん、こんにちは。ABCG の河合文人です。五関浩一です。戸塚翔太です。さあ今週も河合、五関、戸塚、この3人でお送りしていきます。お願いします。このね555ちょうど12時からスタートなんですよ、ね。はい、お昼だからご飯を食べている方も、いると思うんですけど、最近ねちょっと俺お昼に映画見る前に牛丼屋さん行ったんですよ。ほいほいほい。で牛丼屋さん行って、まあ、牛丼頼んで待ってる時に、すげえ慌てたおじさんが来て、まあ、お昼休みは少ない時間なんだろうね、まあ、限られた時間でね。そうで、あのお茶出されるじゃん、最初に、で注文して店員さんがいなくなったら、まあ、焦ってるからメニューでさ、お茶のグラスにぶつけてメニューをこぼしちゃったの。はいはい。そしたらそのおじさんがね、店員さんに、あのお茶こぼしちゃいましたって普通言うじゃん、何あのお茶こぼれましたって言ったの。あの時になんかそういう大人にならないようにしようと思ってこぼしたんじゃなくてこぼれたと。いやでも絶対悪気ないのよ。まあね、悪気ないんだけど、とっさにやっぱ自分のそのミスを認めたくなくて出ちゃった言葉そう、多分自分もそうするだろうなと思ってはいはいはい。実際一人で飯を食べに行ったら、飯食べ行ってこぼしちゃったら、とっさにそう言っちゃいそうな気がするの。なるほどね。そうそうそう、そんなエピソードがありまして、気をつけなきゃ。ちなみにその方はその時、牛鮭定食頼んでどっちも食べれるからいいよね。そう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 、お茶のおかわりもいただいて。そうそう、そんなお昼のエピソードがありましたよ。はい。でも土曜日だから家で食べてるっていう人もいればね。そうでしょうね。今移動中に車の中でね、お弁当とかおにぎりとか食べてるって方もいるんじゃないですか。はい。ゆっくり聞いてください。焼きそばとか食べながらね。いいですね。さあということで、明日はもうクリスマスイブです。おお。ね、ちょっとクリスマスの過ごし方なんか予定ありますか？何しようかなと思ってね。まあでもどうだろうな、ホームアローンでも見ようかな。出た、好きだね。結構恒例だよね。まあ恒例だよね。はっきり言って絶対見るよね。一時期ラブアクチュアリーになってたんだけどね。言ってたわ。その時は風間くんに褒められたよ。風間俊介くんに、僕クリスマスの映画ホームアローンからラブアクチュアリーになりましたって言ったら、そっかいいな、成長したな言われたのをなんか覚えてる。でも結局やっぱホームアローンかなっていう。風間くんごめんなさい、原点に戻った。はい。五関さん何かありますか？僕ね、空いてるんだとしたらね、滝沢くんとこ行きたいよね。ちょうどクリスマスの時にあのクリスマスショーやってるから。あ、イブもやってんね。そうなんです。クリスマスも。そうそうそう、いいですね。大阪、神戸かな。あ、神戸か。行っちゃおうよ。行っちゃいたよね。俺はね、クリスマス当日はちょっと大好きな人のとこに行こうかと思っております。なんか含まず含みを含んだ発言ですけどね。いや、これ俺のファンだったら多分ね、ちょっともう読んでると思う。あ、そうなんだ。へえ。そうそうそう、もやっとするな。嵐のコンサート。ああ、え、当たった？正解。あ、じゃあ俺より絶対リスナーのファンの方の方がもうとっくの手に当ててたね。絶対嵐行くんでしょ。そのために俺はもうクリスマスプレゼントだと思って行きます。あ、もちろんですよ。こう見学しに行くのを予告する後輩いないでしょ。なかなかいないよ。素晴らしい先輩たちですので、さあそんな3人でお送りする ABCG555 今週も真のアイドル、シンドルを目指してアクロバティックトークを繰り広げちゃいますよ。 ABCG555ナックファイブから ABCG がお送りしている ABCG555。 あの先日 0.8 秒で寝れるという方のメッセージ紹介しましたね。はいはいはい、覚えてますか？覚えてますよ、ね、覚えてなかったらひどいなと思ったんですけど、5人の時にね。はい、はい、その時にハッシーかな、不思議な特技を持ってたら教えてと言ったんですよ。はい、はい、放送中に、それを言ったところ、リスナーのみんなからね、たくさんその不思議な特技のメッセージが届いたので、そちらの方紹介していきましょう。これ面白いよね。はい、じゃあ五関半。はい、僕いきます。茨城県しっちさん、10代女性の方からいただきました。はい、ありがとう。私の特技は舌を自由に折りたたむことです。縦横自由に折りたたむことができます。実は河合くんがジュニアの頃にとある番組で舌の特技を披露していました。
俺と俺の親父しかできないって言っていましたが、実は私はそれができました。なぬ？ラジオは声だけですが、ぜひ河合くん下の特技の披露をお願いします。また新しい特技などはできましたか？すごいね。下畳むやつね。下畳むやつ、うん、下畳み。なんかやってたね、ジュニアの時。やろうか。うん。畳まれてます。畳まれてます。綺麗に畳まれてますね。綺麗にパコーンって、うん、二つ折りで、うん、昔の携帯電話みたいです。パカパカ。伝わんねえな、これ。なんか新しい特技できましたかって聞かれてますけど。新しい特技、うん、こういった舌を畳むような特技ですか、うん、不思議な特技、うん、そうですね。ないです。ない。言い切りました。ありません。ないな。なかなかできません。じゃあ続いてトップ。はい、神奈川県ねぼすけさん、20代女性からいただきました。私は地獄耳で遠くても会話が聞けます、うん、15メートルくらいの遠さだと頑張れば3つくらいの会話を同時に聞き分けられます。本当に？今まで普通だと思っていたんですが、友達にそのことを話したら聖徳太子じゃんと言われました。すごいねこれ。本当？15メートルって相当だよ。一人も聞き取れないでしょ。これすごいね。15メートルくらいの遠さだと3つぐらいってことは、5メートルとかそれこそ至近距離だったらもっといけると思う。この人今までどんな人生を過ごしてきたんだろう。街中とか歩いててもいっぱい入ってきちゃうわけでしょ。そうだね、会話がね、うんうん、周りの人をすごい意識する人なんだろうね。あ、めちゃくちゃ気遣いマックスさんなんじゃない。いろんな些細なことでも気づける能力ってことか。気づける、気にして。だもしかしたらちょっと心配性すぎるのかもしれないよね、うん、たまにいるよね。あ、今の聞こえてたんだみたいな。いるいる。ジャニーさんとか結構そうだよ。そう、そうだね。うん。なんか寝てるなと思ったら、あ、聞いてたんだとかね、うん。そうそう。いや、あれは多分寝てるよ。あ、寝てた。うん。特技だよ。寝ながら会話聞く。これね、どういう会話をこう聞き分けられるのかちょっと知りたいね。うん、知りたいね。これはすごい。今までに聞き分けた会話をちょっと。うん、これはちょっとね、もうアベンジャーズとか出てほしいな。いや、出れるよ。うん。特殊能力で。うん。なんか聖徳太子もさ、今もう諸説あるじゃん。そう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 、分けられなかったとか、うん、いなかったんじゃないかとか、うん、こういうねぼすけさんみたいな方がいるといたんじゃないかと思えるよね。ああ、聖徳太子、まあそれかねぼすけさん20代、うん、の女性って言ってるけど、うん、聖徳太子かだよね。夢ある。あ、好きだよそういう話。まあ、聖徳太子だとしたら聖徳太子とは言えないからね。そう、言えないよ、絶対言えないから。うん、だからこれわざわざここに聖徳太子じゃんってこういうエピソード入れてきたってことは、うん、多分大使じゃねえかな。いいねいいね、好き好きそういう話。年末にビッグニュースだな。大使からメッセージが届きました。ありがとうございます。さあ、ということで、ね、たくさんメッセージいただいたんですけどね、はい、今日2通だけご紹介しました、うん、これからもどんどん送ってください。お願いします。さあ、それではここで1曲、まあ明日クリスマスイブ、そして明後日クリスマス、はいはい、メリークリスマスの気持ちを込めて、うん、12月13日に発売されたこちらの曲を聴いてください。ABCG で終電を越えてクリスマスナイト。ABCG で終電を越えてクリスマスナイトでした。ラックファイブから ABCG がお送りしている ABCG555、 続いてはこちらです。トツチューンズ、
えいえいえい、リスナーのみんなメリークリスマス、 DJ トッツーだぜ。久しぶりです。トツカショータに代わって、DJ トッツーがあなたの心に寄り添うミュージックをセレクトするトツチューンズ、今回もイエー最高のナンバーをディグってきたので、フミとコウイチよろしくだぜ。あ、お願いします。さあ今回この BGM 流れてるのは、ベンのテーマです。いいね、これね、クリスマスなのか合ってるのか分かんないけども、やっぱクリスマスっていうとちょっとね、家族のイメージがあるから、うん、そういう家族とこうバーって思い切り楽しんだ後に、なんかこう子供を寝かしつける時にこの曲を聴かせて、子守代わりにじゃないけど、いいね、子供がこれ疲れて寝るっていうのが、うん、なんかそういうのを想像してこの曲にしたぜ。えいえいえい、はい、じゃあ最初はこのメッセージ、ふみとなりきって読んでみて。えいえいえい、千葉県リムさん、20代女性。いいよ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 。朝出勤するとき、一晩関係にさらされた。まるで冷蔵庫のような車に乗り込むのは勇気がいります。うん、ぜひ寒さに負けない曲をお願いします。イエー、あるあるでしょ。やりきったぜ、イエー。なるほどね、歓喜にさらされたと、うん、あるね、まああるけどね、うん、もうこれね、テーマに合う曲バッチリセレクトしてきました。早いな。冬とかっていうのはやっぱ空気が寒いけど澄んでるから、綺麗だもんね、はいはい、もう鳥たちは気持ちよさそうに飛んでるなと思うわけですよ、はい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 、だからそんな感じで鳥みたいにリムさんも飛び込めばいいわけですよ。お、なるほど、はい、というわけでセレクトした曲あります。古谷健二さんでスワローダイブ。イエイイエイ、古谷健二さんのスワローダイブ聴いてもらってますけども、すっごい綺麗な曲なんだよね。いいね、めちゃくちゃ綺麗な曲で、めちゃくちゃエネルギッシュで、うん、本当にこう、うん、スワローダイブっていう感じだよね。見るからにね、なんか爽快な感じで、うん、そうそうそう、うん、気持ちいい、あったかくなってくれること間違いなしだと思います。 OK、 それじゃあ続いてはこのメッセージ。高一、はい、ささやくようにかませHey, hey, hey. 埼玉県埼玉市、谷川さん女性からいただきました。 DJ トツ、こんにちは。寒い季節、こたつの季節ですね。こたつは厄介で、入ると私も含め家族が動かなくなってしまいます。みんながこたつから出て、さあやることやろうと気持ちを切り替えられるような曲お願いします。えいえいえい、わかったぜ。高一ありがとう。 ありがとうございます。ささやきました。いやそのパターンもあったんだね。ありがとうございます、うん、さあ谷川さんからのねメッセージだけどね、はいはいはい、もうぴったりの曲用意してきましたよ私、これねララランドキャストのね Another Day of Sun という曲なんですけど、おこれはこれは最高ですから、入りましたしね今年ね、もう今年といったらこれでしょう、うん、僕もこの曲を流すとね掃除がはかどる、わかる、うん、切り替える、うん、イマジネーションが元気出るよね、うん、というわけでね聴いてもらいたいララランドキャストで Another Day of Sun。 へいよー、どうだい谷川さん、これ聞いたらもうこたつから出るしかないだろう。これぴったりですよね。映画見てたらさらに映画のシーンが脳裏に浮かんできて、絶対にこれこたつから出ること間違いなしだろう。キャラが変わってません。喋り方急にカチャカチャしてるな。イエーイ、ね、いやぴったりでしたね、うん、すげえぴったりだと思う。これだからあの車が渋滞してる、そうそうそう、はい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 、あの最初のシーンだよ、うん、だ今聞いてる時にこたつが渋滞してるイメージで聞いてました。あ、なるほど、家族全員がもう家族も、うん、いろんな家族が高速道路にこたつでであの立ち上がっていい、ね、そう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 、こたつの上に乗ったりできそうだね。そのバージョンでね、ぜひとも誰かね作ってほしいねみたいな、ね、やっちゃおうやっちゃおう。ヘイヨー、ということでクールなミュージックをお届けしてきたトツチューンズ、グッバイの時間がやってきてしまった。うわ早いよDJトツ、ね、今日聴いてて気持ちいい曲多かったんじゃないですか、うんね、そう言ってくれると嬉しいぜ。というわけで今回セレクトしたのは古谷健二さんのスワローダイブとララランドキャストのアナザーデイオブサンだぜ。イエーイ、イエイイエイ。ということでこのコーナーではあなたからのシチュエーションに合わせて俺 DJ トッツーが曲をセレクトするぜ。 Now on air のメッセージフォームトッツーズから送ってくれ。それじゃあ
See you again, bye bye。 かっこいい。 ABCD ABCG がナック5からお送りしてきた ABCG555 エンディングでーす。おい、はい、さあ今月12月のエンディングテーマはメンバーの塚田僚一セレクション「ティンクルティンクル ABCG」、うん、まあ、ね、クリスマスの時期ですので、はい、こういうキラキラした曲も ね流すのもいいんじゃないかなと思いまして、さあそしてトッツーは今日で今年最後の555でした。はい、なんかリスナーの皆さんに一言お願いします。いやもう本当に1年間ありがとうございました、うん、そして、これからもね、僕らと一緒にこの番組盛り上げていきましょう、はい、うん、お昼の時間帯にコンタクト届いて嬉しいです、うん、なんかねどっと疲れてますけどあのコーナーの後にねなぜかねわかります、持ってかれましたね、はい、さあちなみにねこの間つかちゃんにも聞いたんですけど、うん、今年1年の漢字を一文字で表すとなんかとっつありますか。つかちゃんはちなみに、地球の地でしたね。地球の地か、はい、うん、僕はね愛だね。愛、愛、ラブ。うん、なぜ？すごいいろんなことに対して緊張する人間なんだけど、うん、こういう距離感でこの人とは接しなきゃいけないとか、うん、あんまりなるべく気にしないように慣れてきたから、うん、そうなると自然と愛が芽生えてきたというか。まあなるほどね。うん、まあ大事だよね。うん、そのなんかどうでもいいやというのとまた違うけど、うん、そうだね。あんまり意識しすぎて、ね、あんまりこうね。うん、やりすぎてもっていう、はいはい、しかも疲れるの自分だけだからね。そうそうそう意外とそうなの。自然体でね、うん、自然体でも大事だと、うん、オープンオープンっていうことにしました。オープンしていきました、うん、はい。さあこの番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。 NAC5 のホームページまたはモバイルサイトのナオエアの中にある各メッセージフォームからご参加ください。メッセージをご紹介させていただいた方全員にオリジナル番組ステッカーをプレゼントします。 あと言い忘れましたけど、はいはい、河合五席も、うん、漢字一文字今年中にそう発表する。いや発表しないと来週か。まだ引っ張るんですね。やらないとずるいよ。みんなにやらないそうそうそうやらないよ。やりましょう。フェアじゃないいいやつを考えておきましょう。そうだよ貯めちゃってるからね、はい、はい。さあここでエビちゃんインフォメーション。12月31日大晦日ジャニーズカウントダウン2017-2018に出演します。これはねもうほんと先輩後輩たくさん出演しますので僕たちにとっても贅沢な年越しになっています。ナクファイブファミリーでもあるね東京の山口さんや、はい、スバルくん、関ジャニ∞の、そしてね亀梨くんも、ね、出ますもんね、はい、出ちゃうよこれ。だから皆さんね僕たちと一緒に参加してる気分で見ていただきたいなと。ナクファイブっていうコーナーをね作りたいぐらいのね作りたいねそれいや僕の権限じゃ作れないですせめてそれはできるね。 N5 とかね謎のグループができてるっていう N5 ね牛トラウの時のねの時は N5 ですよ、ね、さあそしてですね戸塚翔太僕戸塚翔太の主演ミュージカル恋するヴァンパイアがですね来年の3月から4月に上演します。東京公演は天王洲銀河劇場です。皆さんぜひお越しください。京本大我も出るよ、うん、さあその他 ABCD の最新情報はオフィシャルサイトをチェックしてくださいよ。そしてこの後は再び大野聖太郎さんの楽園ラジオパワー全開です、うん、よ大野さん子供の頃にサンタさんにもらって嬉しかったクリスマスプレゼントは何ですか。一番嬉しかったやつ。ちなみに僕はですね、はい、ねこうマイクにカセットを挿すカラオケの機械です。あなんかあったおもちゃのね、はいはいはい、それをもらって僕は一番テンション上がりましたので、はい、ぜひ教えてください。さあこの後もよろしくお願いします。ここまでのお相手は河合郁人と五関晃一と戸塚翔太 ABCG でした。メリークリスマス。サンタさん来るかな。ベリーマッチ ABCG 505毎回決まってたね。クリスマスプレゼントは朝起きると枕の横に少年画報と漫画王と冒険王の3冊の正月号が、並んでるんですよ。あの頃は漫画雑誌は週刊じゃなかったんで月刊だったんで付録が山のようについてるんですよ。それが3つ小高い山のように枕元に置いてあった時は嬉しかったですね。冬休みはそれだけ読んで正月迎えるような感じだったんですよ。そんなにおもちゃがある時代じゃありませんでしたから。